こんにちは、黒田和之です。今日もご視聴ありがとうございます。今日はですね、ジャック・ディジョネットのドラムソロの検証なんですが、めちゃくちゃ難しいんでやっていきたいと思います。まずはですね、これビデオがちょうどキースの、ステラ・バイ・スターライトなんですけど、そのステラ・バイ・スターライトの8バースを取りました。で、まずは、ディジョネットは基本必ず裏から入る。ワン・ツー・スリー・フォー。4の裏にシンコペーションして、ワン・ツー・スリー・フォー・ファン・パッ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 と音、これなんか右手でやってたんですが、僕は左手じゃないとやりにくいんで、裏拍左手で、タンタンタタ、ラッタタ、カッカッカッと音。で、次ですね、ウッタッと、ウッタッと、タタンタ、タタンタ、要は2拍3連がいっぱい出てきます。ウッタンとタタンタ、これですね。で、ここが、タンタンタンタトントンね、ウッタンとタン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 トントンタっていう風になります。で、タカタタカタタタタタタで、タカタタカタタンタタでちゃんと切れてるんですが、タカタタカタタンタタウタンタン、これここが2拍3でつながってるんですよ。だからタカタタカタタンタタウタンタとタタンタっていう風になります。ここは難しいですね。こういう2拍3連が変なところでつながるから、だから拍が分かんにくくなるのね。次がタトタトタトタタンタタタトタトタタタタンタタトタトタトタタン、これこうやってたけど、やっぱ僕これ片手じゃないと苦手なんで、でトトタンタトタンタウタンタンタタンタンタウタンタトトウッパドンですね。タウタウタウタンタンタタンタンタンタトトというフレーズで分解すると、なのですっごい歌いにくいんだけど、ワンツースリーフタラタタカッカンカカトトタパッとタタン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 タトントンタクタタクタタンタタタンタトタタンタタクタトカトタタンタタタンタンタタトトンっていう歌い方です。一回叩いてみますね。2つ目ですね。2つ目の解説。これ、ワン、ツー、スリー、フォー、ワン、タン、タン、タンっていう問いかけから始まるってことね。タタン、タって。じゃないと、ここ急風にできないからね。ワン、ツー、スリー、フォー、ワン、ツー、タタン、タン、ウー、ウタン、ウ。これ、ここも3連の前2つですね、多分。タタン、ワン、ツー、ラフ、タ、ウ。で、どっちもラフを入れてます。で、次が、ここ。タカ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 タタンタンっていう、こういう、こう結構大きく叩くんですが、こう狙うとこがすごいんで、でこの次がラトントンタトントンっていうのがフレーズがあって、これを一拍ずらして出てくるんですね。ラトントンでラでタタンタンタンとタタタタタタ、ここは僕のいつも言ってるターム A、ターム B か。タタタとタタタとタタ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 、これは5ストロークにをにしただけだもんね。だからタタ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 っていうタタタタっていうタタタトゥダットっていう歌い方ですね。ワンツースリーフォーワンツータタンタラダンタンラダンタトントンタンタンガタ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 タンタンラトントンタランルクドガタ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 タンタンタンタタタタラロタラロラットっていう歌い方です。やってみましょう。はい、3番目ですね。これね、なんか、タンタン、ウッタタン、サカタ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 トントン。これ、
フィリーがよく使うフレーズなんですね。これをもじったっていう風な感じですね。タカタカタカチクタカチ、なんかここダブルでいて、でシングルでいて、なんかこんな感じでやってたんですけど、ちょっとよくわからないですが、フレーズとかタカタカタカチクタカタカタンで打ったり打ったり、一回3連に行ったと思ったらチェクタカ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 タで、ここね、なんか手順的には、こういう手順でいってるっぽいんですけど、僕無理だったの。で、っていうフレーズですね。で、次がタタトトトトタタトトトト。3拍フレーズなんだけど、ここに書いたのタカトコトンタカトコトンタカトコ、ここがちょっとねゆっくりで指すと長かったんですよね。ワンツースリーワンツーっていう風に言ってたっぽいんですけど、なんか3、僕は今から叩くのはタカタカトン帳尻合わせでこうしてます。これね、どう聞いてもこれ1拍足りないんですよ。何回聞いても足りないって聞こえるんだけど、なんかこう陰痛で聞いてみたりとか全音符で聞いてみたりいろいろしたけど、やっぱり一拍少ない気がするけど、全員迷いもなく、でもディジョネットもレガート言ってるし、ゲイリー・ピーコフも、キースももうぴったりで頭で入ってくるんですよ。だから分かんない、もしかしたらこれ全部ずれて聞こえてんのかなって感じだけど、やっぱりフレーズフレーズで言うとやっぱここ頭だよなと思うところで合わせてみたんですけど、これこうもし解析できる人をぜひ教えてください。ちょっと一回やってみましょう。僕ちょっとよくやるとしょぼいんですけど、やってみます。はい、4番です。これはもうすごい単純なんですけど、これを持続することによってテンションがガーって上がってって、だから途中でキースがーとか言ってるんですけど、本当にね興奮してくる。僕は全然できなかったんで、テンポ落としてやってもいまいちって感じですけど、まあ一応通してみますが、でその後はなんかこんな感じで、最後は左手はもうロールにして頭に帳尻合わせ、もうなんかこうな滝がうねってくるみたいな感じ。全然僕は滝がうねってる感じにできなかったけど、僕はもうシングルでいかないと、だから僕だったら、僕はよくやこれでやっても、この自動でこれでやってて覚えたけど、こういう感じだったらこう最後持っていけるんですけど、ダブルでねめちゃくちゃ音量あってバーンっていけるんですよ。ここがすげえなーと思いました。ちょっと聞いてください。はい、というわけでいかがだったでしょうか。僕のドラムはまあ一応通しましたって感じですけど、まあ、勉強になりますね。ディジョネットがフォーバスが全くわからないっていう人は結局こういうことなんですよ。2拍目にいきなりボンって頭みたいなフレーズがどんどん入ってきたりとか、同じフレーズが1拍ずれて出てきたりとか、2拍3連が裏から入ってきたら表から入ってきたりとか、もうくしゃくしゃになるから、でもすごいこうなんていうの、この大きなキャンバスにこう絵をわーって描いていってる感じで、実際演奏を見てる時もこうやって数えてる、全然入れないけど、ぼーっと聞いてたらここ頭っていうのが分かるんですよ。それがディジョネットのすごいところだなと思うんですけど、本当にアーティストって感じだと思います。でこういうのって、ね、たまにあるんですね。僕もレコーディングでやってて、フォームで1小節多くなってるって言われて、でメンバーは誰もそんなことないって言っても数えてみたら1小節増えてたりとかね、だからもうそう聞こえてるから誰も迷わないみたいな感じっていうのはすごくよくあるんですね。前にチック・コリアスがその、ビトースとロイ・ヘインズでやってるでしょ。あれのナウ・ヒッシングスのやつが、なんかのやつがなんか、まあ、テイクやると素晴らしいんだけど一小節少ないんだとか、って言って全員が聞いたら、本当だ一小節少ないけど誰も
誰も一小節少ないことに気づかずに入ってるみたいな。でまあそれオッケーテイクにならなかったっていう話聞きましたけど、そういうのよくあるんですね。だからまあ要はかっちり感情じゃなくて、みんながこうポンって入るところがって感じですよね。だから僕結構あのね、インテンポ得意は得意なんですけど、やっぱりこう感情でわーっていくんで、だから僕のやつのあの演奏何周してるのとかやってると結構走ったり戻ったりいっぱいしてるし、でもみんな迷わず入ってるって感じですよね。まあなんかそういう感じなんじゃないかなと思います。だからなんか感覚になってくるって感じなんですが、感情してても入れない、どうすればいいんだったら感じるしかないみたいな感じなんですけど、どうやったら感じれるんだってよくわかんないみたいな。なんかここら辺はだから合う合わないすごくあると思うんですよ。なんでこの辺はまあ無理ならこの人とは合わないなみたいな。絶対ね、ね、あの彼女彼氏とかね、あ絶対この人とは付き合える付き合えないってあるじゃないですか。で無理して付き合ってもうまくいかないんで、まあ、そういうのと一緒ですよね。だから感覚的に合うか合わないかってすごい大事だと思う。だからミュージシャンでも有名な人って結構同じ人でもあるでしょ。だからやっぱ感覚の合う人で合ってるんだと思います。というわけで本日は以上になりました。今日も最後までご視聴ありがとうございました。難しかった。今日も最後までご視聴ありがとうございました。今日の動画があなたにとって面白いなとかためになったなと思われる方は、いいねボタンを押してください。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。私のメールマガジンがありますので、詳細の欄から URL がありますから、そちらで紹介ページの方でぜひメールマガジンのご検討ください。毎日僕からメールが届きます。ジャズドラムのこととか、ジャズの歴史のこととか、心理学のことについて毎日動画とその解説をお送りしますので、よろしくお願いします。三大特典もついておりますので、ぜひご検討ください。それでは今日は最後までご視聴ありがとうございました。黒田和義チャンネルでした。